配置図の例。統一モデリング言語における配置図とは処理濃度、その濃度上で動くコンポーネントの関係からシステムの実装を記述する性的な構造図である。ハードウェアやその上で動作する隠しコンポーネントの依存関係を可視化するのに役立つ。以下、原則として N2.0 に即した内容となっている。濃度は立方体で図示し、立方体内部に ノード名を記述する。ノードとは、ハードウェア、またはソフトウェアを指す。ノードインスタンスは、ノードと同様に記述する。インスタンス名、ベースノード名、または、ベース、ノード名と記述し、下線を引く。ノードインスタンスとは、指定されたノード種別で実際に稼働するインスタンスを、指す。ノードおよびノードインスタンスには、と、で囲んで、ステレオタイプを付与することができる。 例えば、CD、ROM、コンピュータ、ディスクアレイ、PC、PC クライアント、PC サーバー、席は、サーバー、ストレージ、ユニックスサーバー、ユーザー PC 等。成果物は、区形で図示し,し、区形内に、アーティファクトと記載し、構続して、成果物名を記述する。成果物とは、ソフトウェア、ミドルウェア、ソースファイル、テスト報告書。 マニュアル等のソフトウェア開発の結果として出力されるものを指す。関連は各構成要素間に直線を引くことで表現する。関連とはノードコンポーネント間の通信経路を示す。関連の直線上にはステレオタイプおよび多重度を記述することができる。ステレオタイプには自由に名称をつけることができる。例えば TCP、IP、 イーサネット、JDBC 等、多重度については、クラス図多重度を参照のこと、ありがとうございます。